はい、どうもプラルでございます。本日もやっていきましょう。ということで、今回久しぶりにですね、あるステージの方やっていきたいなって思うんですが、こちらでございます。あ、待って、国物カーニバルやってないな。やばいな。ちょ、これ後でやります。ということで、あー、待って、こちら、もうじゃあデビューですね、こちらの方やっていこうかなと思います。で、こちらのステージはですね、まあ、かなり昔にやったんですけども、もう1年ぐらい経ったのかな、ちょっと覚えてないんですけれども、ちょっと久しぶりにやりたいなと思います。ということで、とりあえずこちらのステージをですね、こちらの5体で完全放置でやっていきたいと思います。久しぶりにやりましょう。久しぶりでもねえな、毎回降臨だもんな。ということで、こちらどうしようかな。じゃあ猫棒も使って、まあ、こちらのアイテムを全部使って、完全放置でやっていきたいと思います。ちょっと勝てなかったらどうしようって感じがするんですけどね。とりあえずやっていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。出陣でございましょう。行きましょう。ということで、もうとりあえずもうね、もう見守るだけです。はい、基本的にはもうパソコン越しちょっと画面見てるんで。さあ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 、おおお、スネーパーがいいぞ、スネーパーがいいぞ。でもこれあれだよね、属性のあれってさ意味ないんだよね。あ、やっぱサルカニやっぱ強いね。今回ね、サルカニ、ちょっとね、いつだっけな、結構最近にサルカニ出たんで、で、しかもですね、ちょっと使ってみたいなってこともありまして、たまたまね、デブやってたんで、まあ、これはいいチャンスだということで、とりあえず今回このパーティーに来ました。で、とりあえずそうですね、もうじゃあ、このデブに関しては、どうだったっけな、最後にやったら確かあれでも、タイでクリアしたのは覚えてるんですけど、それ以降はね、多分やった覚え本当にないんで、まあ、こういう完全放置でもね、ちょっと遊んでみたいということで。じゃあ潜られたけど大丈夫か。あ、でも割と財布に関しては厳しくはないから、あー微妙だね。うん、いやー、ちょっとボリンジュいける、ボリンジュがちょっとさ、サルカニが、おおお、いけいけいけ、いいぞいいぞいいぞ、いいね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 、サルカニやっぱ強い。でもなんか足ガチャちゃうんだけど、あー、アップしたけどよかった。いやー、いいね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 。でもサイズ感が見えないんだよな、これ。いや、なるほど。お、強くない、結構ノックバックしてるんだよ。あ、これはスナイパーだったかな。あ、ちょっと待って。で、とりあえず、そうだな、いければね、いければいいな、なんて思ってるぐらいなんで、まあ、負けたらしゃあない。負けたらしゃあないけど、しゃあないけど、しゃあないけど、どうだ。何回ノックバックだっけ、何回ノックバックでいけるかちょっと覚えてないんですけれども、まあ、デブにもね、なんかね、そんなにキャラ編成しなくても勝てるっていうね、戦法もあるらしいんですけども、まあ、とりあえずは今日はね、サルカニをただ使いたかっただけにね、とりあえず作ったパーティーなんで、おー、いいよ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 、頼むよ頼むよ。あ、待って、待って、このゾンビのゴマ、ゾンビのゴマを、頼むよ、サルカニ、さ、うわうわ、もぎらしちゃダメだよ、もぎらしちゃダメだって。あ、でもさ、意外と攻撃耐えるんだね、サルカニって。結構 HP、あー、待って、やばくない結構。結構やばくない、ま、割とやばくない。サルカニ頑張ってくれ、サルカニ。あ、きつい、割ときつめ、割ときつめ。いけるか、頼む頼む。あ、きっちい。いや、でもスピードアップ積んでてよかったね。スピードアップ積まなかったら、ちょっと割と結構厳しいところ。あー、やべ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 。いやー、ちょっと攻撃速度が速いんだけど。いや、無理か、これは無理か。おー、いいぞいいぞ、ノックバックした、ノックバックしたぞ。よーし、この調子頑張って、この調子で、この調子で、この調子で。おー、いいタイミングでニャンピ、おー、いいね、使えますね。よし、ここまでいければあれじゃないかな。ちょっと待って、5人中が、オーケー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 。やべえ、中に入ってきたゾンビいけるかな。あー、やべえやべえやべえ、サルカニが、サルカニが、サルカニがやってくれるはずだ、サルカニがやってくれるはずだ。あれ、ゾンビ出てこないんだけど、あれ出てこない。おー、でしょ、オーケー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 。お、いけるか、このまま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 。いやー、取り巻きが、取り巻きが、ちょっと待って待って待って、タイマーなく出てこないでくれよ。攻撃させて、多分でも2回くらいノックバックしたよね。そろそろ多分もう普通に1回潜るはずなんだけど、潜るっていうか、1回ダウンするはずなんだけれども、どうかな、厳しい。よし、オッケーオッケーオッケー、こっちのターンだよ、こっちのターンだよ。いけいけ、たる、よっしゃ、来たーい。しかも、封じだよ。
ってことはもう復活はしませんね。おー来た、完全放置でいけましたねこれ。よーしよ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 し、やっぱ強えわ。ということでとか勝ちましたね。はい、ありがとうございます。強い。はい、ということで今回はですねこちらの5体を使いまして完全放置でやってみる単独付けだとダメこりゃ、ちょっとカミカミなんですけれどもね、何度か無事で勝つことができましたということで、ちょっと完全放置ですね。スマホ版の方もねちょっと、全然やってないステージも結構たくさんあると思うんで、まあ、そちらの方もちょっとね、ちょっと気が向いたらちょっとやっていこうかなとちょっと考えているんで、まあ、それはちょっと随時やっていきたいと思います。まあ、引き続きなんかね、そうですね、なんか他になんか勝てそうなパーティーあったらちょっとまた DV やってみようかなと思うんで、次回も見ていただければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。バイシャー。